はい、どうも、ナミです。いやー、暑いっすね。毎日毎日。というわけで、本日なんですけれども、この暑い夏を少し涼しくする怖い話を久しぶりにやりたいと思います。皆さん、怨霊っていう言葉を知ってますでしょうか？まあ、恨む霊と書いて怨霊と読むんですけれども、怨霊とは自分が受けた仕打ちに恨みを持ってたたりや災いを起こしたりする死霊や生き霊のことを言うんですね。有名な日本三大怨霊っていう言葉がありまして、三大怨霊として崇められている人物、恐れられたのが平将門、菅原道真、それから崇徳天皇、この三人が日本三大怨霊と言われて、今もいろんな神社とかで祀られて恐れられてるんですけれども、実はこの三大怨霊を超える最強の怨霊っていう存在がいたのをご存知でしょうか？その人物の名前は佐原親王。はい、というわけで本日は暑い夏を少し涼しくする日本の怖い歴史上の人物のお話をしたいと思います。時代は奈良時代の平城京、49代弘仁天皇と高野の新笠っていう女性の間に生まれたのが桓武天皇と、そしてこの佐原親王なんですね。で、桓武天皇はもう長男として、まあ、天皇の候補としていたんですけれども、その弟なので、だから立太子には望まれず、この佐原親王は幼少期に出家して、奈良の東大寺とか大安寺に住んで、親王禅師って言われるお坊さんになるんです。そしてお兄さんの桓武天皇が即位するんですけれども、この桓武天皇の皇子、安倍親王っていう男の子が生まれるんですけれども、この子が結構遅くに授かった子で、幼かったがために、桓武天皇にもしものことがあったらっていうことで、この佐原親王が都に呼ばれることになるんです。このお父さんの弘仁天皇の命を受けて、それで徐々に周りの信頼を得て人気を博していくんですね。この佐原親王は宮中の中で結構な人気者になるんですよ。で、その頃から桓武天皇がちょっと佐原親王に対して「ん？こいつ大丈夫か？」っていう危機感を覚えるんですね。そして785年、長岡京っていう新しい都の建設に桓武天皇は着手してたんですけれども、この責任者であった藤原の胤継っていう人物が暗殺されるっていう事件が起こってしまうんですね。で、すぐに桓武天皇は調査に乗り出して、犯人の一派を逮捕するんですけれども、この逮捕者の中に佐原親王の身近にいた関係者が存在していて、佐原親王が容疑がかかってしまうんです、この藤原の胤継の暗殺事件に。というのも、一説にはこの藤原の胤継と佐原親王はあまりこう仲が良くなかったっていう説もあるんです。ちょっと不仲だったとは言われてるが、暗殺に関わっていたかの真意は不明なんですね。ここのところは本当かどうかはわからないです。実はそもそもこの平城京から長岡京への遷都、ここにはちょっと不可思議な、まずそもそもなんで都を移すのっていう不思議があって、実はこの時桓武天皇の思惑としては、その当時の平城京っていうのは仏教勢力がすごく力を持っていたんです。いわゆる高僧、お坊さんやお寺が結構力を持っているような都だったんですよ。で、長岡京っていう都に移すことによって、平城京から離れてその力をそごうっていう思惑があったっていうふうに言われています。桓武天皇は長岡京でこの仏教には頼らないっていう政治を目指していこうっていうふうに思っていたんですね。そのため、
この桓武天皇と長岡京遷都には反発が多かったって言われてて、それともともと佐原親王は出家して仏門に入っていた方なんで、それもあって佐原親王を頼る人物が多かった、人気を博していたんじゃないかっていう説があるんですよ。そして当然佐原親王は実の兄である桓武天皇に無実を訴えて、抗議のために絶職をしたって言われてるんです。職を絶ったって言われてるんです。ただこれも桓武天皇が食事を意図的に与えなかったっていう説もあるんです。つまり桓武天皇は佐原親王をあんまりよく思ってなかったの、もともと仏門に入っていた人だし、自分とはちょっと考え方が違うなっていうふうに思ってたのかもしれないですね。逆に佐原親王はもしかしたら、いやいや仏教を推し進めて、このまま推し進めていきましょうよっていう考え方があったのかもしれないっていうところで、ちょっと桓武天皇の考えとは合わなかったみたいです。そして絶食をして訴えたんですけれども、淡路島の方に島流しにあってしまうんですね。流刑となって、その淡路島への道中の途中で噴死した、一説には何十日も絶食したんで衰弱死したっていう風にも言われてます。で、遺体はそのまま戻されることなく淡路に埋葬されたんです。しかしここから桓武天皇の周りに不可解な事件が起こり始めます。こうして佐原親王が淡路の方に埋葬されました。で、その頃長岡京の遷都を進めてた桓武天皇の周りにちょっと不可解な出来事が立て続けに起こるんですね。まずは先ほど出てきた息子の安倍親王、王子ですよね、次の天皇候補なんですけれども、この方がちょっと病気を発病して動けない状態になってしまった。そして桓武天皇の3人妃がいるんですけれども、この3人が急死で、お父さんの弘仁天皇とお母さん佐原親王の両親でもあるんですけれども、高野の新笠さんも病気で亡くなってしまう。つまり桓武天皇の身内が突然バタバタバタっと5人亡くなるんですね。それで息子の安倍親王は病気で動けなくなってしまう。そしてさらに都で疫病の流行、そして地震や洪水などの天変地異、こういうことが立て続けに起こって、都ではこれは佐原親王のたたりだっていう風に噂が立つんです。それでちょっと桓武天皇も心の病みたいな感じになってきてしまって、結局あれだけ仏教を避けようとしてた桓武天皇なんですけれども、最後に頼ったのはやっぱり陰陽師とか仏教なんですよね、お寺なんですよね。陰陽師たちを呼び寄せてお祓いや鎮魂の儀式を行ったんですけれども、全く効果がないんです。ここが歴史の教科書では語られないポイントなんですけれども、長岡京っていう都は今まだ作りかけなんですけれども、そこを放棄して新しく都を平安京、京都の方に移動しようっていう話が持ち上がるんです。まだ作りかけの長岡京を捨てて、なぜ都を遷都したのか、これははっきり言って佐原親王の怨霊のたたりを避けるためなんです。この時代結構何か不吉なことがあると都を移動するっていうことが珍しいことじゃなかったんですよね。だからそんなに長く天皇が滞在しなかった都っていうのが結構各地にあったんですけれども、陰陽師たちとか配下の進言で、もうこの作りかけの長岡京は捨てて新しい都を作りましょうっていうことになり、京都の平安京に遷都するっていう計画が立つんです。そしてその平安京は陰陽師による戦術や呪術によってもう本当に怨霊を遠ざけるような設計になってるんですね。まず東西南北に四聖、四神ですよね、朱雀、青龍、白虎、玄武っていう四聖を祀り、そして同じ都からちょっと離れた四方に荒ぶる神スサノオを祀る4つの大将軍神社を配置します。そういう風に完璧に
いわば怨霊対策に作られた結界のような都を作り上げるんです。平安京を。しかし、こうしてできた平安京にも災いは収まらなかったんですよ。まあ諸説あるんですけれども、まず、できてすぐ、この北門、朱雀門って言われるところがあるんですけども、そこに落雷が落ちるっていう事件が起こりました。で、落雷により、朱雀門がちょっと焼けて消失してしまったと。で、その火は、宮殿の方にも飛び火して、宮殿もちょっと焼け落ちた部分があると。そしてこの落雷によって何人かの方が亡くなったっていう結構な事故なんですね。そしてさらに疫病や洪水や地震、そしてそれに伴って農作物が壊滅的なダメージを受けて大飢饉が訪れるんですね。で、やっぱり何か手を打たないとっていうことで、いろいろ陰陽師とかにお祓いとかをさせたり、さらに鎮魂を続けたりとかしたんですけれども、極めつけは800年だから、平安京ができてから6年後ですよね。6年後の800年になんと富士山が噴火するっていう、もう事件ですよね。富士山が噴火してこう日本全土を恐怖に陥れるんですよ。で、日本全土でこれは佐原親王のたたりであるっていう噂が持ちきりになるんですね。で、これはもうさすがにまずいなって思った桓武天皇は、佐原親王に須藤天皇という称号を送って、意外も淡路から奈良の方に移送します。そして大きなお墓を建てて、そこに佐原親王を納めて祀ることにしたんですね。そしてさらに平安京の北東ですね、鬼門の方向、ここにもう日本で唯一須藤天皇を祭神として祀る須藤神社っていうものを建立しました。もう神社を作って祀ったんですね、神として。地方の方にも社を建てて祀ることを命じました。で、日本後期っていう書物には、これらは全て怨霊に謝するためっていう風に記されていて、これが日本の史料上初めて怨霊っていう言葉が使われた記述になるんですね。で、さっき須藤天皇っていう称号を与えたって言いましたけど、これを追順天皇、追って尊い天皇って書くんですけれども、これは亡くなった後に天皇が即位するっていうことで、死後に天皇が即位することで称号を送られるっていう意味がありまして、死後に天皇となったのは歴史上この須藤天皇のみなんですね。で、さらに今も、まあ日本中にお彼岸っていう伝統があるじゃないですか。これは佐原親王の鎮魂のために始められたことだというふうに言われてるんですね。806年の日本後期の記録に、毎年春分と秋分のその前後3日間、計7日間ずつに佐原親王のためにお経を転読させたと。だからたくさんの偉いお坊さんを集めて、佐原親王のためにお経を読ませた、桓武天皇が直々に命令してっていうことがあって、これが日本で最初のお彼岸法要の記録っていうふうに言われています。これお彼岸っていう文化も佐原親王のために作られた文化なんですよ。そして平安京ではこの怨霊を鎮めるための祭りを始めて、これが今も続く御霊会っていうお祭りになり、京都の祇園祭りなんかもこの御霊会に入るので、日本でも有名な祇園祭りも佐原親王のために始まったことっていう風に記録されています。というわけで、今もなおいろんな風習や伝統を日本に残している佐原親王こそが日本三大怨霊を超える最強の怨霊と言われるゆえんであるっていう話でした。ちなみにですね、第二次世界大戦でこの京都の町は多くの空襲に耐え抜いたりとか、あと元々京都って原爆の予定地だったんですよね。あの広島と長崎に原爆が落ちたってなってますけど、実は京都もその候補に入っていたと。でもこういった災難を逃れたのも、もしかしたらそういう見えない力によるものだったのかもしれないですね。この陰陽師たちが
仕掛けた結界なのか、それとも今もなお続いている佐原親王の怨念なのか。ちなみに京都にはこの佐原親王のための、先ほども出ましたけど、須藤神社、あと御陵神社から、淡路の方には淡路佐原親王墓、もともといたお墓ですよね。奈良に移された後は奈良須藤天皇陵っていうお墓が今もあって、そこで今も佐原親王は静かに眠っておられます。だからもしも京都に行った際にはぜひこちらの場所行ってみてください。今は本当に他の三大怨霊と同じような感じで神として祀られてるので、ぜひ京都に行った際にはこの佐原親王ゆかりの地に行ってみてください。では本日も高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。